TV のゆうきとひろきです。はい、久しぶりのね、このリフティングの企画になるんですけど、はい、今回はですね、ちょっと違った形でリフティングをやりたいなと思います。はいはい、で、今までは3回勝負だったんですけど、今日は、リフティングでこうパスしながら、はい、5回つなげる、はい、ということをやっていきたいと思います。はい、でまあ、結構ねパスって相当難しいんですよ。ですね、うん、キャッチするの難しいです。そうなんですよ。で、普通のねサンドウェッジとかアプローチでやるのも相当難しいんですけど、まあ、駅伝ね僕たち6番アイアン、はい、から前回7番アイアンまでやったの。そうなんですよ。はい、まあ、ちょっと流れでね、はい、6番アイアンでそれに挑戦したいと思います。はい、これで5回ですね。5回つなげれば、5回つなぐっていうのはまあ単純にそうですね、パス5回やればしたら、はい、パス5回成功して、うん、5回その場でリフティングできたらキャッチできたら終了。最後の最後の最後の最後、はい、難しい課題を突き刺しましたけど、ね、はい、では早速やっていきたいと思います。はい、はい、さあどっち、勇気から、じゃあ僕からいきます。パスしてください。はい、これむずくない？むずいよ。長いっすよ。長いから短くもない、わかんない。数分で、はい、いきます。あっ惜しい。結構一発目でいったんじゃないですか。そう、3で、はい、4、5だから勇気がな、そのマジか。はい、ハードルがいけます。パスがシンプルとめっちゃ飛ぶ。どうぞ。ちょっとパスが低すぎましたね。はい、あ、まっすぐ。ちょっとちょっとやっぱあれか、近いからもうちょっとできるのかもしれない。ちょっと離れましょう。離れてボールでね、はい、思いをしないと難易度上げていきましょう。はい、離れるってむずい。全然おお、6番やってるのがマジでいけるいける。成功イメージ。おっ、いや、ダメズルですよ。いやいやいや、じわじわ汗、ちょっと近い、ね、近い離れます。画面いっぱい、画面いっぱい離れたらやばい。ソーシャルディスタンス。確かに。後ろに飛ばす。これね、はい、そう、あるんですよ。こう相手に飛ばそうとして、うん、こうやった瞬間ここで当たる。確かに。自分の方向いて当たる。りょうくんが言ってました。言ってた。はい。今さ、言ったんじゃん、5回目。でどっちから始めたの？勇気じゃん。俺か。まあ、あと1回の。3、4、5で、今ので俺がパスできてれば。でもほら、いけるじゃん。いけた。日差しがいい。一瞬だった。もう奇跡起こすしかない。めっちゃ後ろに飛ぶ。
ざいます。あと1回ぐらい、うん、すごい、ちょっと数、本当いい運動な、めっちゃすごい。1、2、3、4、5、2、4、5。これは来たんじゃないですか。え、多分ではね。そう、今5回ラリーした。4、2、3、4、5。よし、はい、OK、無事終わりました。よかった、終わってよかった、はい、終わりましたね。はい、はい、まあこうやってたまにはちょっと違った形のね、白熱しますよ、はい、うん、まあこれ本当協力してね、やる、そうですね、チームプレーが大事なリフティングになるので、ね、まあね、ぜひね、家でもね、遊べるし、そう、なんかね、柔らかいボールがいいよね、多分。そう、家の中で硬いボールだと危ないもんね。そう、うん、はい、ぜひね、やっていただけたらなと、はい、思います。5番ヤンではやらないそう、めっちゃむずいんで、じゃあ次回5番ヤンでやってみて、あ、やりましょうか。はい、はい、はい、では、次の動画を楽しみにしていてください。はい、今回の動画はこの以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。します。バイバーイ。